小田原市長選から一夜明けた20日、自民推薦の現職、守屋輝彦氏の大敗が、小田原ショック同党幹部として、政界に広がった、衆院3補選全敗に続く、自民に対しての厳しい結果に、政権内には、地方レベルでも国民に見放され始めた、同党幹部との悲観論が漂う。小田原の次は箱根の関越へ？閣僚経験者と、静岡県知事選26日、投開票への波及の懸念も語られ始めている。守屋市長は、地元メディアと折り合いが悪かったのではないですか。県内事情に詳しい政界関係者によると、旧知の官邸スタッフから、20日早朝。そんな問い合わせを受けた、今年2月の前橋市長選で、自民推薦現職が大敗した際も、同じような紹介があったという。関係者は、岸田文雄首相の周辺は、総理の不人気のせいではないとの、世論の火消し材料集めに必死なのだろうと推測した。小泉氏らスター夫人で応援も、走行せず。